新しい隣人がやってきたぞ。どうも皆さん、フェロモンエンジェルです。この度私の家の隣に新しい住人が引っ越してきたということで、ちょっと見に行ってみようかと思います。さて、どんな人が引っ越してきたのか楽しみですね。行ってみましょう。おっと、すごい、一晩で家が建ってるじゃないか。なかなかでかい家だな。これすごいな。立派な家じゃないわ。はい、どうも、レトロゲーム TV 司会のコーラでございます。今回ですね、エンジェルに続き、新しい、ね、世帯を、まあ、キャラですね。新しいキャラを作りたいなと思いまして、今からね、作っていくところでございます。ということでね、まあ、こっから作るところは省いて、出来上がったものを皆さんにお見せしたいと思いますので、今からお見せいたしましょう。どうぞ。はい、ということでね、できました。ね、これが、まず父親、ね、これ、野原ひろし、ね、こんな感じでできました。ね、役職はね、双葉商事の係長ですね。で、性格がですね、最高に幸せな家族。ね、家族志向。で、さらに、間抜けで、怠け者。ね、これが、一家の野原家の大黒柱のひろしです。ね。で、これが、ですね、母親、野原美沙恵。ね。これも最高に幸せな家族と、怠け者、家族志向、そしてせっかち、ね。感じで、髪型がね、いかんせんね、いいのがなかったんで、まあ、こんな感じです。ね。で、最後、息子、ね。これ、野原慎之介、ね。こんな感じで、どうでしょうか。ね。ね。一応、社交家で、陽気な性格をしております。ということでね、この野原家でやっていきたいなと思いますよ。待って。あれ、ちょっと待って。ひろしがちょっと待って。下半身すっぽんぽんなんだけど。大黒柱ひろし、まさかのすっぽんぽん。どうなってんだこれ。待って、ひろしな、大丈夫かな、これでスタートして大丈夫かな。でスタートしてみましょう、これでね。まあ大丈夫だと思うんですけどね。その後ゲームはスタートするが、待って、マジか、ひろし下スポンポンなんだけど。待って、服装変更する、ちょっと待って、フォーマル、あ、これにすればいいんだ。なんで、しかし裸なんだ。どうにか、卑猥な格好は免れる。まだ、土地がね、土地だけで、家作ってないんですよ。で、さらに、こっちに、待って、屋根できてんな。こっちに、エンジェルの家、エンジェルの家の隣に買ったんですよ、土地を。なんで、じゃあ、こっちに家を建てていきたいなと思います。35年ローンだっけ？ね。その家を建てていきたいなと思います。っていうことですね。家が完成いたしました。このような感じで。どうでしょうか？ねえ、これ。これが新しく引っ越してきたね。野原家の家ですね。ちょっと早速ね、中に入ってみましょう。
で、ヒロシを操作して中に入っていきましょう。あのね、野原家は、いろいろ作るのにお金かけすぎて、もうこんなんなんですよ。建物を作るために大部分のお金を使ってしまったため、中身が伴っていない野原家。この申し訳程度の冷蔵庫とキッチンと、あと、ベッド一つしかない。ね、だから一人しか寝られないっていうね。こんな感じですね。こんなラブラブじゃねえだろ。ね、ということでね、ちょっと一旦ね、エンジェルの方に戻しましょう。ね。ということでね、今、エンジェルとヒロシが仲良くなってね、今話をしています。ね。この、見て、この仲の良さそうな感じ。つか結構ね、似てるのよ、二人が。二人がちょっと顔似てるのよ。ね。ちょっとこのババン巻き込もうか。ちょっと、ルイス・ビ、なんだよ、この組み合わせ。この組み合わせはねえだろう、これは。狂気を感じる謎のトリオが完成。あ、でも、なんかいい感じじゃない？一体なんでジジイとババばっかだな。なんだよ、この街。シニアな街だな、随分と。その後、三人で会話をしていたエンジェルだったが、ちょっと家の中入って、しんのすけとミサエにも、ちょっとね、挨拶をしてきたいから。ドアをノックするってのがなんかね。出てくれるのかな？待って、あいつし、おつやムードだな、随分と。ミサエおつやムードだな。中に入ると、アニメとは違い、ものすごく暗い野原家。勝手に座っていいのかよ。待って、しんのすけ見てこれ。しんのすけやべえだろ、これ。なんだこいつ、すげえ、陽気じゃないもんね。アニメな感じじゃないもんね。これ、すごいさ、暗いでしょ。やべえな、しんのすけ。ちょっと一回、しんのすけがかわいそうだから、ちょっとしんのすけについて、ちょっとしんのすけとね、話しに行きましょう。テンションの低いしんのすけを気遣うエンジェル。あ、優しいな、エンジェル。しんのすけ、これやべえな、これ。ちょっとモノマネとかしてね。子供の大好きな、ね、小梅太夫のね、モノマネをしましょう。ね。言っておくか、小梅太夫はとっくに消えている。あ、ヒロシ帰ってきた、ヒロシ。この一家やだな。アニメの時より、この一家の、この、あ、しかもこっちすげえラブラブなんだけど。一目もはばからず、ラブラブな二人。あのね、アニメのイメージがね、崩れてくのよ。この一家見てると。うわ、ほら、ヒロシも来たよ。来んなよ、もう。これ。まあ、人参嫌いなんだね。確かクレヨンしんちゃんも確か人参嫌いだったよね。ピーマンとかも嫌いだもんね。ダメだよ。やだ、この家族もう。ちょっともう出よう。この家族やだ、マジ。怖えよ、この家族。すげえ狂気を感じんもん、この家族に。やめよう、もうこんな奴ら関わんの。怖えから、やめよう。エンジェル、耐えきれずに野原家から逃走。ちょっと野原家は、お金がないので、ちょっとね、野原家お金がないんで仕事しようと思います。あれ？あ、ヒロシどこにいんの？ああ、よかった、持ってきた。待って、またヒロシがさ、
下半身すっぽんぽんなんだけど、いつの間にかズボンを脱いでいるヒロシ。まあいいかこれで、もうこれでいいか。ヒロシの仕事を、ね、決めましょう。どれにしようかな。カリスマ技術者、画家、秘密諜報員、エンターテイナー、作家、犯罪者、宇宙飛行士、料理。じゃあヒロシはカリスマ技術者になりました。テレビゲームで4時間遊ぶって、テレビゲーム持ってねえよこいつ。これうわー、ミサエもさ、ベッドがさ一つしかないからさ、椅子で寝てんの。うわ悲しいなこの絵面。驚くほど暗いこの野原家。やべえなこいつら。その後イチャつく二人。気持ち悪いな。ちょっとしんのすけ見てんの、ちょっとねチラッと見てんのしんのすけが。そんな二人を見守る息子。今見てたもんな。これ子供に見せちゃダメだろこんなの。際どい質問をするとか、これさしんのすけがさ見てんのよ。空気読めよな、空気読めよなこのガキな。空気が読めない野原しんのすけ5歳児。おい、この家族怖えよ、狂気を感じるよマジで。まあね、次回はねこの家族をね、この家族にスポットを当てて、この家族をねいろいろ遊んでみたいなと思います。ということでね、今回はちょっともっと短いかもしれませんけど、今回はこの辺で。ということで、レトロゲーム TV、コアラでした。またね。ということでね、今、エンジェルとヒロシがね、何気ない会話をしております。ねえ、この絵面。結構二人似てるよね。結構似てるのね、これ。